抜いてごらん。スーッと抜いてごらん。はい、綺麗です。ゆーゆー、ぴったり回転させてごらん。ほら、毛が一本になった。よし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 、きれいきれいきれい。私の字がもう、8000文字がぐわーと浮き上がってるんです。大きさ 2.5 この8000文字の経典書いた時にちょっと父が言ってくれたことを思い出したんですよ。私は今絵文字とか墨絵とか、それから自作の詩を自由に書いてるけれども、きちっとしたことをできてると崩れないっていうことをいつも言われてたけど、それはね、習ってる時、父親が生きてる時気がつかなかったんですよ。なんでこの横線縦線左払い右払いをもううるさいほど言われるんだろうと、私分かってると書けると言ってたけれども、まだ言われると、ずっと言われ続けて、でこの8000文字書く時に、そうね、5000文字ぐらいいった時にふっと書いた文字を振り返ってみた時に、あまりの美しさにびっくりしたんです、自分で。で、涙がぼーっと出て、お父さんありがとうって、あんなに厳しくきちっとした文字を書け、綺麗な文字を書け、美しい文字、崩れない文字を書けって言ってたのが今分かったと。だからうちの教室は崩れないものを教えてあげたいなっていうのは前から思ってたけれども、この8000文字の経典を書いてなおさら崩れないものがあるっていうものを確かめたんですね。この教室から育っていった時に、わあ、なんか歪まない、きちっとしたものができますね、どこで習ったんですかって言われて、もう大丈夫なように育てになると思ってます。特殊な教室です。I don't know.